どうも、ヤネスピンポン。はい、本日はですね、この真っ白な格好からスタートなんですけれども、はい、こちらを見たらね、分かる人もいると思いますが、本日はルックブックをしていきたいと思います。イエイ。はい、あのですね、夏をテーマに何個かこうテーマを決めながらコーデを組んだので紹介していこうと思います。イエイ。はい、じゃあもうやっていきますね。イエイイエイ。はい、ここからはアフレコで行こうと思います。早速噛みましたけれども、はい、1着目ね、早速着替えているんですけれども、これね、上下の長さが違うんですよ。この黄色のブラウスがシャツブラウスっていうのかな、すごい可愛くて、で私はこれチェックのこのパンツと合わせたんですけど、全然ジーンズとでも合うと思います。そう、これめちゃめちゃ可愛い。こちらは遊園地のね、コーデをテーマに着替えました。はい、見せているんですけど、バルーン袖がすごい可愛くて、二の腕がね、細く見えるっていうか、腕が細く見える効果もあるし、すごいいいことだらけなので、このブラウスめちゃめちゃ可愛い。で、これはですね、トップスだけ今着替えているんですけど、もともとはですね、はい、今着ているこのブラウスとこのパンツのセットっていう感じだって、確か買える、確かね、セットだったんですよね、このパンツとブラウスが。なのでこれがセットアップみたいな感じなんですけど、こうなんか同じ柄とかじゃないから、こう別々でも着れるので、コーデの幅もすごい広がると思うし、いいなって思いました。はい、お次のテーマはこちらですね。カフェに行く時のコーデです。カフェ、まあ、カフェって言ったらなんかちょっとガーリーっぽい要素もあるというか、でもこうカフェってちょっと落ち着いてるっていうか、大人って感じもするので、ちょっと白っぽいブラウスでちょっと大人しさらしさ、え、大人らしい感じも出しつつ、ちょっとパンツのね、こういうパステルカラーのチェックで女の子っぽいのも出して、はい、カフェコーデにしました。いつもさ思うんだけどさ、私動画撮ってる時何も思わないのにさ、こういうことするから本当に嫌よね。本当に嫌になる。はい、いやマジで私もうね、こういうダボっとした感じのお洋服がすごい好きで、今はね、あんまり結構最近結構ガーリーめのお洋服が多いんですけどね。もうこれあるあるじゃない、これ。鏡見ながら調整できるけどさ、パッて来た時こう後ろから出ちゃうよね。そう、これめちゃめちゃね、ダボダボってしてて、ね、こうゆるっと着れるのがすごく好きですね。やっぱゆるっと着れると楽だし、こういうの一個あるとさ、すごい楽なんです。そう、これは家付近でお散歩する時のコーデです。私はね、ワンちゃんも飼っているので、ワンちゃんとお散歩っていう感じでね。これリボンの位置がすごい高いので、スタイルがよく見えるですよね。私すごい153センチっていう身長が小さいんですけれども、こういうぺったんこのね、スニーカーを履いても、リボンの位置が高いと腰の位置が高く見えて、身長が高く見えるのでいいと思います。はい、前髪がベトベトです。はい、でこの黄色のスカートは私のね、私物なんですけど、購入品のアイテムと私物をちょっと合わせてコーデを作ってみました。これは暑い、この部屋暑かったのよ。まあじゃあ着替えながらこいでるの私だけ、これちょっとさ、どうやって着るのか分かんなかった。はい、これはですね、おデートに着ていくお洋服でございます。おデートはやっぱりスカート、やっぱ女の子らしさが一気に出るので、リバーシブルって言っちゃった、ツーウェイ、こうボタンを前にもできるし後ろにもできるっていう優秀なスカートなんですけど、やっぱおデートはね、お清掃に行きたいので清掃に行きたいので、真っ白のブラウスで、間に合わないんだけど、これさ間に合わない、説明が、首元がすっきりしてると首が長く見えるので、すごいいいです。はい、コーデちょっと悩んでます、テーマ。
海でのバーベキュー。そう、これすっごい笑われたんだけどさ、共感できる人いないかな。なんかドラマとかさ、なんかバーベキューのなんかドラマとか見るときにさ、なんだろう、なんかこうちょっと白のブラウスにジーンズみたいなコーデ着てるドラマ見たことないですか。なんかそれがこれを着たときにパッて浮かんで、そう、海でのバーベキューいいやんと思って言ったらめちゃめちゃ笑われました。まあでもジーンズで動きやすい、かつちょっとまあおしゃれに見せたいのでブラウスを持ってきたって感じですね。はい。でもブラウスとも合うんですけど、このジーンズ、あの T シャツともやっぱもちろん相性は良かったです。ジーンズってマジで何でも合うからさ、しかもさ、結構もう1着あったらマジでいい。はい、お家で映画コーデ。はい、お家で映画コーデでございますね。この T シャツのさ、柄もすごい可愛いし、まあ、あのショートパンツと合わせてちょっとワンピース風にねしても可愛らしく着れると思います。そう、私はレンズ抜き派でございます。やっぱゆるっとコーデって可愛いよね。はい、ただしね、ルックブック用でちょっとこういうキャミソールを着てたので、おかしいやってなって、ちょっと中になんか着ようっていう感じになったんですけど、もちろんあのこれ夏に売ってるアイテムなので、あのキャミソールとか着ないでブラトップとかのアイテムを中に着て肩出しのワンピースにしたら全然着れると思います。で、麦わら帽子とかね合わせたらめちゃめちゃ可愛くなると思います。で、カラーが結構カーキなので秋っぽいカラーになっちゃうので、あの今回ちょっとなんかあのブラウス合わせてるんですけど、こういう風にブラウス合わせたりとか、まあ、中が黒だったりとかしてもいいと思うんですけど、秋まで着れるお洋服かなって思います。色合い的にも、まあ秋近くまでかな、もう全然夏でも可愛く着れますね。さあ、こちらは女子会のねお洋服でございます。まあちょっと女子だけってなったらあんまり、まあめちゃめちゃ高級なところもね、ああ間に合わない。はい、ということで本日は7コーデ分のあのルックブックをしました。はい、最後はこんな感じのね、ちょっと秋まで着れるような色味のワンピースで終わりましたけれども、まあ、ここら辺とかね、すごい夏っぽい色味だったりとか、生地もすごい夏っぽいのでね、ぜひ皆さんリブラートヘアさんでお買い物してください。